こんにちは、オーライネット FC 背番号7番、上から下から我々を。どうも、藤田龍です。密着動画、その先、始めていきたいと思います。レオ君、新しいその挨拶は何ですか？ですね、スタッフと考えた結果、これをなりましたね。気に入ってますか？気に入ってます。めちゃくちゃ気に入ってます。ありがとうございます。はい。では今日、リーグ最終節ということで、はい、意気込みいかがですか？そうですね、最終節なんで、今日の試合勝ったら、今、順位は4位なんですけど、3位になれるんで、絶対勝って3位になって、個人的には、試合に出たら必ずゴールを決めたいと思います。頑張ってください。ありがとうございます。では、その先もですね、はい、シーズン途中から始まって、まあ、今日で一旦リーグ終わるということで、うん、密着動画やってみていかがでしたか？そうですね、最初はもう、何を、やっていいか分かんなかったんですけど、いろんな方のサポートのおかげで少しずつ上達していって、周りの方から見たよっていう声も多かったので嬉しかったです。今回のゲストはこちらの方です。どうぞ。オーラユナイテッド FC 背番号6、中村亮太です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。亮太さんの年齢と今までのサッカーキャリアの方を教えてください。はい、年齢が、29歳29、はい、でサッカーキャリアは、小学校中学校までこの大浦町で、はい、サッカーしてまして、うん、高校も、大浦町の西浦高校出身で、はい、大学で1回サッカーやめたんですけど、社会人群馬県サッカーリーグの違う社会人クラブでプレーしてて、今大浦ユナイテッド FC でプレーしてます。ありがとうございます。亮太さんはいつ大浦ユナイテッド FC に入団されました？入団したのは、チームが創設した2019年の2月の、うん、まあ、創設メンバーの一人ですね。はいはい、ではレオ君から見て、はい、リョータ君の印象はいかがですか？そうですね、やっぱチームのお兄ちゃん的存在です。ではリョータ君から見てレオ君の印象は？そうですね、今お兄ちゃんって言ってもらったんですけど、なんか本当に可愛い弟みたいな存在ですね。まあ、僕が3兄弟の一番下で弟いないっていうのはあるんですけど、まあ俺より背でかいけどすごい可愛い弟っていう感じがしますね。クラブ創設初年度に選手集め結構大変だったと思うんですけど、はい、そのあたりの苦労だったりとか、はい、頑張ったことを教えてください。はい、確か一番最初の練習は5人しか集まんなくて、今日プレーするこのグラウンドのすぐそばの違う野球場で練習始まったんですけど、なんか5人かって思いつつも5人も来てくれたかと思いながらやってましたね。で、苦労したことといえば、1年目のリーグ戦の第2節か第3節の時に前日に9人しか人が集まらないという日がありまして、その時は東京の友達に連絡して地元に帰ってきてもらって、当日迎えに行って、でまた試合が終わったら東京に帰ってもらうのに駅まで送ってったりとか、そういうことが1年目2年目それの繰り返しだったんで、まあ今来てくれてる今年のメンバーに関してはもうすごい感謝しかないですし、なんか彼らと一緒に少しでもやっぱ上目指したいなって、昔のことを知ってる分強く思いますね。じゃあ今日のチームとしての目標は何ですか？まあ、もちろん言わずもがな勝ち点3を取って、はい、いい形でシーズンを終える、うん、それだけだなと思います。じゃあ亮太さんの個人としての目標は？はい、個人としては、ディフェンスの選手なので、はい、もちろん、毎試合を持ってますけど、失点をゼロで抑えて必ず勝つと、はい、ただ、個人としてといえどもやっぱりチームの一員なので、はい、必ず勝利に貢献すると、まあそれに尽きるかなって今日も、はい、まあいつもそう思ってますけど今日も一緒ですね。はい、ありがとうございます。それでは密着スタート。これレフリーサポート、僕あんまり味がするやつが苦手なんですけど、これだけなんか味が薄くて飲みやすかったっていうだけなんですけど、これ飲むようにしてます。足つりやすくて誰かからこれいいよって聞いてなんか飲み始めたら確かにいいなって思ったんで今も続けてるってだけです。
2試合分とあと会場代なんで、会場ですね、はい、予備も入ってるんで一応、あ、はい、会場代は分かったら行ってください。あ、そうなんですか。でもなんか意外な感じでしたね。何が亮太さん亮の声本当に質問来るねOK、 じゃあ集まりながらそのまま話していてください。まあ、泣いても笑っても最後の一戦なんで必ずもう勝って終わりにしましょう。やっぱ全てをかけるってさっきミーティングやった通り、それ以上でもそれ以下でもないと思うんで必ず勝って終わりにしましょう。さあ、ニューテランニングからよいしょ、よいしょ。あ、あと1。絶対力緩めない。一瞬たりとも、なんかもう舐めたプレーとか舐めた言動、振り返遅いとか絶対やんないで。試合前言って、今日は 100% 出しに来たんだよって。リーグ戦最後の試合で個人個人が次につなげるためにも 100% 出しに来たんだから、切り替え遅いとかもってのほかだから。でもそう大事だった。下がよ。
質問コーナー、さあ行こう行こう。今回は3つの質問をしていきたいと思います。1つ目、陽太さんは、はい、オーラユナイト SC フロントスタッフと、はい、もう1つサッカー選手の2つ、はい、まあ、両立っていう形になっていると思うんですけど、はい、そこはいかがですか？そうですね、僕ちょっとプロ選手になったことはないんですけど、平たく言えば多分似たような感覚でプレーしているような気がしますね。多分違いといえばプロ選手の方って、1年1年が勝負で、そうですね、まあ、契約が多分あって、うん、それに対してしっかり、コミットしながら試合していくっていうのが多分プロ選手の主なところだと思うんですけど、僕の場合はスポンサーさんを、担当してるっていうのもあるので、やっぱ試合の勝利がスポンサーさんの喜びに直結したり、それがまた来シーズン、再来シーズンを応援していただけるきっかけになるのかなと思うと、やっぱ一試合一試合にかける思いとか気持ちっていうのは普通の選手よりかはあるんじゃないかなって、まあ、もちろんうちの選手はみんな思ってくれてると思うんですけど、はい、僕個人としてはそういった思いも持ちながらプレーしてるので、まあ、ある意味いい気持ちというか、うん、いい緊張感で毎回プレーさせてもらってるので、そこはすごくプラスなところかなって思ってますし、終わった後スポンサーの方から電話とかもらったりすると、また今週1週間いい準備して来週の試合勝ちたいなとか、いい報告ができるようにっていう気持ちがあるので、そこは責任持ってプレーするようにはしてます。ありがとうございます。じゃあ2つ目、今年に陽太さんは第1子のお子さん生まれましたけど、はいはい、どうですか？いやー、かわいいね。かわいい。かわいい。父親になるって想像あんまりしてなくて、はい、実は結婚したのも2年前で、うん、はい、子供が生まれたのがちょうど、まあ、もうちょっとで1年になるんかな、うん、っていうところで、やっぱかわいい。かわいい。かわいい。なんかうちの選手も、なんか可愛いなって思うところがなんかあって、いろんなキャラクターがいて、なんかみんな弟みたいな感じで可愛いんだけど、またそれとは違う可愛さだったり、なんか日に日に成長していく可愛さはやっぱなんかちょっと違うよな。ただうちの選手もめちゃめちゃ可愛いじゃあ最後3つ目、陽太さんは、オレネツ市に入る前は群馬銀行で働いてて、はいはいはい、そこからオレネツ、はい、オーラユナイテッド C に入った理由は何ですか？はい、そうですね、まあ、兄がもともとクラブ立ち上げて、うん、でその時の段階でいずれは一緒に働こうって言ってもらってたっていうのもあるし、あとはその銀行っていうのはだいたい3年ぐらいで転勤になっちゃって、はい、当時なんかすごいお客さんによくしてもらって、うん、だけどやっぱ3年で転勤、うん、していかなくちゃいけないっていうところで、なんかもうちょっとお客さんと長くいたいなっていう、そういう仕事したいなと思ってたんで、まあちょうどこのクラブの仕事だったらできるかなって思って始めて、で今オーラユナイテッド FC のスポンサーさんの本当にもう何十社かは銀行の時に担当してたお客さんがそのままちょっと独立しましたみたいな、サッカークラブ始めたんですけどってお話行った時に、なんか応援しないわけないじゃんって言ってくださって、うん、はい、なんかね、そういうところはなんか銀行にもすごく感謝してるし、なんかお客さんにも感謝してるし、なんか恵まれてるなって感じますね。それでは引き続き後半もご視聴お願いします。タイガー当てればいい。
けるいけるタイガーいけるよいけるアッチかけていけるいけるレオうまい中うわーいいやつ待て待て待てマイナマイナ入ったボール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 アッチボールでボールすいませんゴー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 
勉強になった、いい経験になったって思うようにして、まあ、また明日から頑張れるようにしたいですね。そうです。ありがとうございます。じゃあ来シーズンに向けて意気込みお願いします。はい、今シーズンいっぱい仲間が入ってきてくれて、はい、来シーズンも、新しい仲間が入ってきてくれて、まあ、僕も含めてみんなでやっぱチーム高めていって、うん、まあ、必ず群馬県の、チャンピオンになる。そうですね。はい、ということと、やっぱ一つでも上のステージで戦えるように、うん、まあ、僕はプレイヤーでもあり、スポンサーさんとか担当するフロントのスタッフでもあるんで、はい、両方を極められるように、はい、成長できるように頑張っていきたいです。今回のゲストは中村亮太選手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。ではまた、バイバイ。バイバイ。